はい、どうぞです。今日は魚がルアーにフィッシュオンした時、フィッシュオンした後の動作、何やればいいか、やっていきたいと思います。はい、まあフィッシュオンのことで、ゴブソドチャンネルでは魚が食いついた時にフィッシュオンって叫んでるんですけど、一般的にはあのヒットとか、ヒットしたとか、何あと何かかった、来たとかじゃないか、わかんない。あ、そう、魚がとりあえず、ね、食いついた時ね、食いついた時、こっから釣り上げるまで、やっていかなきゃいけないんですけど、竿が太かったりラインが太かったり、もう頑丈なやつであれば、そのまんまもう思いっきり巻いちゃってガッてこうね、陸まで上げれるんですけど、自分みたいなこういう細い竿でやる人はこれがこの細い竿の醍醐味になってくるんですけど、そんなね、強引に引っ張って、あと陸までこうやって持ち上げれないんですよ。なので、魚とのここからあの戦いが始まります。まあ、基本的にはね、戦い方としては、魚が逃げていく方と逆の方向に竿をこうなんだ持っていく感じで、そっちに魚が行ったらこっちに竿を持っていく。まあこれ、この時もできるだけ脇締めていきましょう。そうするとね、結構重たいのでもいきます。こうやってると体から竿が離れると重たいのを引っ張るときに大変なので、できるだけ体の近くに竿を持って全て扱う。で、フィッシュオンの時、フィッシュオンの瞬間、魚が食いついたと思った瞬間は、最初合わせをしなきゃいけない。合わせっていうのは、ちゃんと魚の口に針がグッて刺さるようにグッてこう合わせる感じ。要は竿を立てる、まあ、横でもいいしいいんだけど、竿をこうグッてさらにラインのテンションを張る感じ、それはやります。だからその時もこういう風に前にやんないで、ちゃんと体の近くにリール竿を持ってきてグッといきましょう。で、そっからロッドを左右に振っていく感じですね。で、自分は針をバーブレスって言って、針の返しがない針を使ってるので、フィッシュオンから陸に上げるまでの間にラインのこのテンションに緩みが出てしまうと針が外れる可能性がかなり上がってしまうので、できるだけ魚とのやり取りの間はラインのテンションは一定キープしたままやり取りします。はい、そんな感じです。なので皆さんもこれからバーブレスにするかもしれないので、ぜひしてほしいんですけど、バーブレスの人を増やしたい。はい、なのでバーブレスとかになったら必ずそうしましょう。で、バーブがついてる、ルアーの時も、まあ、そっちの方がバレにくい。バレるっていうのは魚が針から外れて逃げちゃうことですね。バレにくくなると思うので、そこら辺注意してやってみたら、そこら辺注意してやってもらったらいいと思います。ほい。で、あとね、大きい魚の時ね、このね、やっぱりこの細い竿だと曲がりすぎると折れてしまうというか、限界超えるとやっぱり折れる竿はね、何にしろ。なので、糸を、このドラグっていうのがあるんですけど、一定の力が加わると糸が自動的に出ていく仕組みが各リールにあります。なのでそれは購入時に多分説明書とか書いてあると思うので、これだったらここのなんかここだし、あとスピニングだったらスピニングであります。こうやって引っ張るとロックしてるけど糸が出てくるんですね。これによってかなり大きい引きが来た時は何だ糸が出てくれるので、竿が角にもう折れるぐらいまで曲がらない。だからそこは結構自分の竿と相談してドラグを決めてください。でも強引に引かなきゃいけない時もあるので、要はね、なんだその水中の障害物の中に潜り込まれちゃう時とか、そういう時は一時的にドラグちょっと強めにして、そっからもう引っ張り出す感じ。まあその時のこういう竿が折れるとかいうリスクは承知の上でそれはやりましょう。やらないと結
結局ラインブレイクというライン切れて、ルアー針にルアーが口に引っかかったまま魚が逃げちゃうことになっちゃうので、それはできるだけ避けたい。なのでそういう時にもバーブレスを使っとけば、そのうちその針取れます。でもバーブレス返しがあるとなかなか、もう一生引っかかってる魚もいるんじゃないですかね。なのでその時はバーブレス、初心者の頃はバーブレスの方がいいです。別にバレないんで逃げない、要はすぐさ針外れちゃうって思ってるかもしれないですけど、ちゃんとこう今言ったテンションを張る、フィッシュオンした後はずっと魚とラインのテンションをずっと張っとくとか、左右にちゃんと竿を振るとかいうのを全て行ってれば、なかなかバレることはないです、はい、これができてないとバーブあってもどっちにしろバレるんで、この動作しっかり魚の動きを見てやりましょう。魚がジャンプしたら竿を下げる、下げてテンションかける、上げたまんまと頭振られちゃうので、できるだけ空中に来たらすぐ水面に魚を落としたいです。はい、そんな感じで、細い竿だと結構楽しめます、その釣った後もね。ちょっと魚が釣れる前に頭でイメトレして、釣れた時焦らずできるようにやりましょう。で最初のうちもう釣れたらもう楽しいので嬉しさが勝ってしまうので、フィッシュオンした瞬間にもうグーってこうリール巻きたくなっちゃうんですけど、まあ、あんま焦らずグッ一回合わせる、で魚の動き見ながらゆっくり巻いていく感じ。早く巻いちゃうとね、このねライン切れちゃう可能性もあるので、まあ、ロッドも折れちゃうかもしれない。なのでグッ余裕を持ちながら、そうちゃんと魚の動きを見ながらやって、最後は網でキャッチするなり手で掴むなりランディングまで持っていきましょう。はい、そんな感じです。でランディングした後は、針を早めに外してあげて、まあ計測するのは計測してすぐ川に逃がしてあげましょう。そんな感じです。バーブレスだと針外すのもめちゃくちゃ簡単です。さって取れる、返しついてないから。で魚に傷もあんまり与えづらいし、まあその早く取れるってことは早く川に返せるってことなので、元気に返せるんで、まあ、今日はめっちゃ進めてるけど、そんな感じです。バーブレス、はい、でちょっと釣っていきますか。実際に釣れるかどうか、釣れて実際にちょっと釣ってみて、その感じをちょっとね、この竿の動かし方見てもらえればなと思います。釣れたらね、釣れなかったらここで終わりです。ご無沙汰です。一応ここご無沙汰です。